ちょっと打撃を打ってきていいですか、パンチ蹴って。このリズムっていうのが、はい、今神谷さんはパンパンパンっていうリズムですね、はい、パン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 なんで、それを次僕が返すときに同じ風にリズムをやってしまうと避けられるんですよ。あ、それを今パンパンパンだったんで、パンパンパッパンとか、パンパンパンじゃなくてパンパパ、最後の2つを速くすることによって頭の中がごちゃごちゃになってくるんですよ。へえ。それを、まあ、普通にじゃあ最初に攻撃をしてきてください。今はパッパンパンじゃないですか。でそれを同じように僕もこれってすごい避けやすいと思うんですよ。それを攻撃して、どうですか？全然違いますよね。なんか嫌じゃないですか。嫌だし、この自分のリズムっていうのは、初めの攻撃をするリズムって急に変えれないんですよ。はいはい、攻めてる場合って、パンパンパン、ずっと同じリズムで、はい、やったら、こっちも返すっていうなると避けれるんですね。それをそうゆっくりやってて、これも強くじゃないで、はい、ちょっと触るぐらいでパッてやられてからの、はい、すごい楽さがあるから早く見えるし、それをこう上級者になってくるとできてくるんで、はい、でジャンプからインドっていうのも2つぐらいこれがパン、パン、これは一般的ですね、はい、僕の場合はパン、わかります、ちょっと違いません。そうするとこれだと避けられるんですよ、はい、相手は。でもこれだと違っていたら当たっちゃってるんですよ。パンチに全員してます。わかります。今後なんか同時みたいな感じですか。で、あとワンツーだと、ワンツーだとワン、ツー、パン、パンなんですけど、これをパン、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 これも違うんです。あとはパン、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 これも違うんです。だからでもプロの選手は1ラウンド目は逆に付き合ってあげるんですよ。こう攻撃してください。パンパンパン。で、自分もパンパン返します。で、彼が考えていくと、抜けるので、ね、パンパン。で、それを1ラウンド目で。それでセコンドに指示で、お前できてるチームはお前と同じリズムでやってくるから、ちゃんとよく攻撃を見てくる。セコンドに言われたわけです。で、2ラウンド目は僕はこのパンパンパンを外します。あ、なるほど。感じが変わっちゃいますね。リズムを変えることによって1ラウンド目普通になんかちょっとうまくいってたのに、2ラウンド目なんでうまくいってたのか。でそこでセコンドにリズムを変えてきたと言われる。2ラウンド終了時になるんです。それで3ラウンド目最後のラウンドはこの構えからリズムはダブルでこうゆっくりやったり、速くやったり、パーでやったりとかしたり、あとは距離感を縮めるんですか。距離感を縮めて、大体1、2ラウンドは終わっていいんですか。で、相手も疲れてくるんです。2ラウンド目はしっかりバンドを固めて、一緒なんで、っていうパターンで僕は戦ってるんです。だから
これ1ラウンド目でリズムを変えるのがちょっと早すぎなんで2ラウンド目みたいな。ああそうですね。でミドルもただ早くミドル蹴ってきた、ミドル蹴ってきました。でこのリズムで蹴ります。でもこれってリズム、同じリズムが蹴されやすいんですよ。それを入ってこのぐらいゆっくりです。ああで、閉じて、で、また攻撃していって、で、スーパーチューブで、で、トーン、トーン、トーン、心拍数、トーン、ずっと、トーン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 、全然平気ダメでしょ、ね、あのやっていいちゃんと許可もらう、絶対嘘。じゃあ、フルでやるのは1ヶ月と、ああ、え、でも、1ヶ月待てばフルでできるワン、ツー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 、もういや俺マジで平田さんぐらいしかもうフルパワーで殴れるやついないですよ。みんな怪我しちゃうから。やだやだ、いやでも今日ちょっとやめるから、ちょっと目立つから。いやいや、やめた方がいい、カラオケやった方がいいです。あのフルじゃん。ちゃんと目立つっていうか普通にやる、普通にやると。1週間ぶりだ、1週間ぶり、はい、全部強く蹴ってるけど、なんだよね、効かないんだって思ってる人もいるかもしれないですけど、あの強弱があると、逆に最初に、例えば最初にローを蹴ります。あ、ちょっと軽いな。でも2回蹴った時にガーンってやられると、えってなる。え、何これ、何これ、何これ、立て直ったら、それがただ単純に何も考えないで、はい、あの、殴ってきました、はい、殴り返します、じゃあ、この運がいいの、当たるのは運がいいのと、あとは、この初速が速いの方が当たるのは速い、それだけになる。だから、あのそこをスピードとリズムをあの全く変えたら差が出てくる。じゃあ試合であのなかなか KO できないとか、あの大差で勝てない選手っていうのはそこまでいけない、うん、という。だからもう考えなきゃいけないし、あの同じ相手のリズムじゃなくて自分のリズムでずっと戦い続けるのがすごく重要。相手に合わせちゃダメなんです。相手がワンツースリーってきた、そしたらはいワンツースリーって同じリズムでやっても何にも差が生まれない。ということです。相手に合わせたらまずその試合は勝てるんです。僕は相手に合わせた時は全部負けます。全部もう自分から攻めてって自分のリズムでやったやつは全部勝てる。相手に飲まれたら格闘技は終わりです。疲れちゃうし、ね、確かにイルタクの言うとはちょっと まさにそうなんですよ。あの、まあ、対峙してやると分かるけど、あの強弱っていうか、こう例えば切るじゃないですか、そうするとなんか守りに入るんですよ、こっちはこう来る、ゆっくり、その後に切ってくるから、あの準備ができないと守りになっちゃうんで、どうしても。だから分かるけど、こういう初速がゆっくりで、本当にゆっくり、なんか来るっていうのもいいんじゃないですか。でその後にまだ来るから、結局守って、ずっとこのまま守って攻められるんですよ。それが全部強打だと逆に見ちゃう、こう守って、あっ、くるくるってなっちゃうんですけど、あとそのスピードに慣れちゃって、その強打が強打じゃなくなる。結局見てちゃうじゃないですか、来るのに対して。そうガン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 、あ、そう、あ、はい、こんなもんかと思わせといて、ガンって来ると、いつ守っていいか分かんないじゃないですか。いつ来るか分かんないし、いつ強いっていうのが分かんないから、怖いんですよ。全部守らなきゃいけないし、だそれが一種変装になって、そうすると、亀になるじゃないですか。
カフェになったら、もうね、好きもね。ここだったら空いてるところっていうのが、あのしっかり見えるようになるんです。こうやって、こうやって、こうやって避けられてる時って、あのどこが結構こうやって動かせないですか。あのだから結構その分かんないですけど、でもカフェになってしまうと、あここが空いてるっていうのが鮮明に分かるんです。もう好きなんだ。そう。で、こっちもやります。攻めようか。そう。それはこうやって動いてると嫌じゃないですか。こうやって。動いてると嫌だけど、こうやってなったら、すごくまとめやすい。だから、強弱が必要。あ、でも、この子たちの分だから、やっぱりさっき言ったら、あんまり強くじゃなくて、ゆっくりやったりして、まだ見せる。相手を守らせるじゃないですか。なんだそのスローモーションっていうぐらい。そんな感じやんね。でも、たまるんですよ。でも、こっち側の打ってるの、こっちが、こっちのスローモーションで打つっていうのは、これは別にキャプテンじゃなくて、あの、ポイントだよって言ってくれる。だから疲れないし、次の攻撃は全部、あの、こうしても、こうしてやったとしても、避けれるっていう準備をしてた。これが日本としても見てるじゃん。そう。嫌なんですよ。相手に対して嫌なことをどれだけ嫌なこと、嫌なことをいっぱいやったり、わかんない、わかんない、あ、牛角行ったんじゃない、そうだ、牛角行ったんじゃない、左に入れながら、左の攻撃を封じる、まあ、ジャブが当たるのが当たらないわ、どこかで当たらないわ、まだ終わりですね。ローキックも完全カットしたスウェードがあって、あ、ローキックもこれちょっと当たんねえなって。また次左ミドルと右ミドルがあって、それも全部キャッチされたりスウェードがあって、あ、これも見せられた。そしたらもうアッパーくらいしかないなっていうところまでを、2ラウンド目くらいで、なんとやっちゃうというか。だから技を最初のままは封じる。難しくてやるな。なんか、うまいじゃん、やっぱり。あの、すごい。甘いだよ。甘いだよ。パンパンパンってやって、同じリズムでやっても、その初速が速い方が当たるだけで。まあ、破壊力があれば、それだけこう体重を乗せると、その、こう、フラフラしたりとか、そういうのがあるんですよ。でも、同じ階級でやってるから、そんなにこう、パワーって、そんなに差はないと思ってて、まあ、まあ、人によってはある人もいるんですけど、でもそこじゃなくて、やっぱリズムで崩すというところは結構大事かなと思います。リズムが、まあ、それを変えることによって、強弱が生まれるので、そう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 。じゃあそこは大事です。戦ってよかったです。リズム。リズム。強弱をつけれない人っていうのはリズムを変えてあげる、まず。そうすると、この攻撃は別に捨て身でいいんだって。捨て身というか、別にそんな強く当てるって意識じゃなくていいっていうことは、肩に力が、筋肉に力が入らないんで、疲れてる。ということです。分かったな。やってみて。ありがとうございます。